フィギュアをね作っていますと、いろいろわからないことが出てくると思います。服と服とのつなぎ目をですね、埋めてしまった方がいいのか、それとも、少し筋彫りを残した方がいいのか、また各装備品の細かい部分ですね、再現されてないところがあるようだが、どうしたらいいんだろうとか、いろいろわからないことがあると思います。やはりこういう資料は欠かせないんじゃないかなと思います。ドイツ兵を作るときは、私はいつもこの2つの本をよく見ながら、片手に見ながら作業をすることが多いです。どちらも現在は新装版になってるんじゃないかと思いますが、中身は多分ほとんどそんなにも変わってないと思います。大変両方ともおすすめの本です。今からですね、加工するのはこのブーツの、ディテールをもう少しアップしていこうと思うんですけれども、革と革との接合線ですね、ここにずっとあるこの接合線、それから、前の方の部分の革の接合線ですね、ここの部分を彫り込んでいきたいと思います。いきなり強く掘ると絶対失敗するので、とにかく薄く弱く描いていく方がいいと思います。よっ、うわ、シワがあるとよれちゃって難しいですね。丁寧にそーっと、クレオスから出ているモデリングチゼルといいまして、こう毛書き針のこうタイプなんですけれども、これを替え刃だけ買ってきましてですね、ピンバイスにつけます。今これ 0.15 です。この幅が 0.15 なんですね、細いですね。これを使います。先ほどデザインナイフでつけた傷をですね、これで、ちょっと深く拡張していこうという、考えです。うまくいきますでしょうか。ゆっくり丁寧にやればいけるはずだと思っていますけれども、Bハンドで手彫りするのは難しいですね。よいしょ。ゆっくり丁寧にそーっと、そーっと、よいしょ。流し込みを流してみます。こんな感じですね。うまくいきましたね。およそ遠目から見ても筋が入っているようには見えますね。ここにですね、こういう風に上がってきて、こうなってこうなってるんですね。こういうようなモールドがあるんですけれども、ここにパーティングラインがあるもんですから、全部消えちゃってるんですね。ですんで、これをなんとか再現したいと思います。いきなりですね、ラインチゼルでやろうとしても絶対無理ですんで、ここは木下げの先がかなりとんがってますんで、これでね、ちょっと、ゆっくりと形を作っていきたいと思います。ゆっくりゆっくり深くしていく感じ。小さい作業をしていると声まで小さくなるんですけれどもね、ゆっくりゆっくりとこうそーっとやっていくと、少しずつね、道ができてきますんでね、わだちのようなものができてきて、それがやがてしっかり溝になってくれるということを期待して、よいしょ、
はい、OK じゃないでしょうかね。で、実際のところはもう少しね、いろいろあちこちにディテールがあったりするんですけれども、人形一体ずつそこまでちょっとやってもね、しんどいというのもありますんで、まあまあこのくらいで、OK ということにしておきたいと思います。